畑川は、中華民国の教育者、政治家、実業家、数学者、天文学者。字は、警備。小立天津北洋大学を卒業した後に、アメリカへ留学し、ハーバード大学で修士学位を取得した。その後もイギリス、ドイツに留学し、1910年に帰国した。翌年、侵害革命が勃発すると、畑川も革命派の一員に加わり、 家庭軍政分布参謀となった。中華民国建国後は教育界へ進み、上海歩当中学校長、南京高南高等学道教務長、公立上海南洋校学道教授、国立北京大学教授を歴任した。1920年2月、北京政府で教育部参事を兼任し、4月には同部専門教育士長に昇進している。1925年、 東北文化事業上海文委員会委員に推薦された。1926年、中華教育基金委員会委員に任命され、同年12月には教育部次長代理、さらに北京大学理学院委員長代理も兼任している。1928年から畑川は国民政府に転じ、教育部普通教育士市長に任命された。その後、総資分の地偶を得た旗は、 1930年2月、それまでの経歴とは全く畑違いとなる、財政部に移動し、同部会計士市長に起用されている。翌年3月、主計どころ主計官に任命された。1933年9月、校が水災救済委員会常務委員となり、11月には、全国経済委員会秘書長、 12月には財政部常務次長と歴任している。1935年には交通部郵政貯金企業総局監察委員、全国経済委員会、合作事業委員会常務委員、中国防疾古墳有限講師当事長などを歴任した。日中戦争勃発後の1938年1月、政府機関の簡素化のために実業部と農耕部が合併して新たに、 経済部が設立されると、畑川は、同部政務次長に就任、戦時体制下の経済政策立案に取り組んだ。1941年9月には、行政院推理委員会常務委員となる。戦後の1947年12月には、行政院賠償委員会副主任委員を務めた。国境内戦後はまず香港に逃れ、1951年に台湾に移っている。 台湾では、中華盆石講師、中華建築講師などの企業を運営した。1973年、台湾にて病没。去年92。数学、天文学への造形が深く、三角学、新中学大数学教科書、天文学の算術などの著書を残している。ありがとうございます。